いとこはさ喋ってても早いのよ。え、そうだよ、それがすごいよね、いやすごい。うちはねシングルタスクだからさ、喋ってるとね途端にダメになるの。え、とはもうでも喋ってる時間は本当はさバックミラー見る時間なんだよ。うん、本当はね、きっと本来ならね。そう、セクハラしながらでも早いよな。むしろそれが原動力まである。そうなんだ。そうだよ。そうなんだね。そうだよ、ちょっとエンジン切れてきたなと思ったらちょっと失礼するとね、すぐ速度上がりますから。え、でもさ失礼するなよ。なんで失礼するんだよ。おかゆのさセクハラ対象みたいなのがさ、まあとわに対してとかさ、うん、結構やってるけどさ、スバルと一緒にスバオカでやってる時とかどうなの、やっぱスバルにセクハラするの楽しいの。あ、スバルちゃんもトワもそうだけどね、なんか気持ち悪いこと言うとうわキモって言うからそれがいいんだよね。あ、それがいいんだ。そうなの。いや、みおちゃんみたいにね優しく受け入れてくれるのも嬉しいよ。うんうん、受け入れてんの。まあ受け流すというかね。うん、そうだよね。受け入れてるんじゃないの。受け入れてんじゃないの。受け流してた。うんうん、なるほどな。まあ、受け流されてたのか。まあ、だからやりがいがないのかも。やりがい。みゆちゃんも心入れて聞いてみてよ。え、心入れて、うん、ああ、受け流さないでってこと。そうそうそう、しっかりちょっと一旦受け止めてみてほしい。あ、そう。え、いいよ。セクハラをいいよ、みゆちゃんにセクハラしていいよ、今。なんかセクハラしていいよって言われると、それはまた困るよね、おかゆ。なんでだよ、今フリーセクハラだぞ。フリーセクハラ。フリーセクハラだよ、今。とんでもない言葉を生み出してくれてるじゃん。みおちゃんの尻尾の毛、いっぱい毛根あるね。気持ち悪い、気持ち悪い。こっちは聞いてて気持ち悪い。めっちゃ早いよ、と。すごいもうガードしてくれちゃってるじゃ ん、 そうだよ。自分の耳に入ってきたところで結構きつかった。想像しちゃってた。そんな教授は無理だろう。うちはうちがねやるはずだったのにね。うん、トアがサポートしちゃうからね。セクサポしちゃうからすぐ。セクハラサポート。サポートしてる立場だった。キャリー。セクハラキャリー？キャリー。セクハラキャリー。セクハラキャリーしてくれる。いやいや、しませんよ、そんな。ほんで、アンチ。もう最低。アンチ？アンチ。セクハラアンチだから。セクハラアンチなんだ。うん。よくないよ、やっぱり。